私はこの日本によるインフラ整備に複雑な感情を抱いたわ。そしてその後、夫の話通り、ウガンダの私たちが生活する地域では、日本人が指揮を取るインフラ工事が始まった。しかし、その工事は私が思い描いていたものではなかったの。ウガンダ人女性による日本のインフラ支援にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本のインフラ支援なんて搾取目的に決まっている。中国人さんから日本のインフラ支援は最悪だと聞いていたウガンダ人さんが実際の内容を知ってしまった結果の話題です。海外、すべて日本にお願いしよう。皆さんは日本が後進国のインフラ整備に積極的に乗り出していることをご存知でしょうか？日本はこれまで後進国の悩める国々に対してインフラ整備という形で多大な貢献をしてきました。日本がインフラ整備に関わった国はカンボジア、インド、ベトナム、フィリピンなどかなりたくさんあります。そして日本と同じくお隣の国中国も海外のインフラ整備に力を入れています。しかしどうやら日本と中国とでは海外インフラ整備の目的や手法が全く違うと言われています。果たして両国のインフラ整備にはどのような違いがあるのでしょうか。今回ご紹介するのは日本のインフラ整備を受けたウガンダ人女性のエピソードです。彼女は日本のインフラ整備についてかなり大きな衝撃を受け、また隣国のケニアで行われた中国のインフラ整備との違いにも驚いたと語っていました。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私はウガンダ人。現在は農業を営んでいるわ。もともと私は農家の人間ではないんだけど、夫の家が農家だったの。結婚を機に私は夫が譲り受けた畑で農業をしているわ。皆さんは畑を持っている農家についてどんなイメージを持っているかしら。中には裕福なイメージを持っている人もいるかもしれないわね。でも実際にはそうではない。ウガンダでは農家にとって厳しい状況が最近までは続いていたの。アフリカでは暑さのせいで農作物が育ちにくい状況のエリアが多い。ではウガンダも農作物が育ちにくいから農家が厳しいのかというと決してそうではない。ウガンダは標高が高くて気候が穏やか。さらにビクトリア湖の北岸に位置していて、ナイル川の源流部が国を縦断しているから大地も肥沃なの。雨季の時には雨もたくさん降るから農作物はよく育つの。だから私たちは昔から食べるものに困るということはあまりないわ。私の家庭のように畑を持っていたらなおさらね。でもいくら農作物が育ったとしても、ウガンダは農家にとっての大きな問題を抱えている。それは育った農作物を売るのが難しいということ。その原因は道にあるわ。雨が降ると道がぬかるんでまともに歩けないこともざらよ。さらに強い雨が降れば土砂崩れや洪水が起きる。要はインフラが整っていないのよ。そんな状態だからたくさん農作物を育てて収穫しても市場に売りに行けないことが多い。売れないんじゃいくらたくさんの野菜を作っても生活は苦しいわよね。食べるものには困らないけどお金を稼いでいけない。そんな感じだから私はもう少しインフラ整備が進んでくれたらなとずっと思っていたわ。そんなある日私は夫からある情報を聞いた。もしかしたら今の苦しい状態が変わるかもしれない。日本がウガンダのインフラ整備を請け負うらしいんだ。私はこの話を聞いた瞬間飛び上がって喜んだわ。インフラ整備が行われれば市場に農作物を売りに行ける。そうなれば生活はかなり楽になるわ。しかし夫と私の間には温度差があった。やったわ、これでたくさん作った野菜を腐らせることがなくなるのね。そうだな、そうなるかもしれない。どうしたのよ、なんだかテンションが低いわね。これはとても喜ばしいことじゃないの？道が整備されること自体は大歓迎さ。
でもね、日本がインフラ整備をするということが不安なのさ。いいじゃない、私たちのような後進国は他国の恩恵を受けないとインフラ整備ができないんだから、そこは日本におんぶに抱っこでお願いしましょうよ。他国の恩恵を受けないとインフラ整備ができないというのはそうなんだけど、日本というのが気になるんだ。なぜ？彼はどうやら日本がインフラ整備をすることについて不安視しているらしい。そして彼はその不安について語ったわ。僕は最近中国人の人と話す機会があったんだよ。友達が中国の企業に就職したから、その関係で中国人の同僚をウガンダに連れてきていたんだよ。ああ、この前食事会に出かけていたわね。ああ、その時に中国人の人と話したんだけどさ、日本のインフラ整備ってどうやらまずいみたいなんだ。日本のインフラ整備がまずい？ああ、どうやら日本の工事は最悪らしいんだよ。日本の工事ってかなり長い時間をかけるらしくて、その分現地の人間はかなり働かされるし、高い重機や道具などを買わされるみたいなんだ。だからかなりお金がかかるらしい。それってパッと見は支援だけど、実は搾取だってこと？そうなんだよ。中国も他国のインフラ支援に積極的らしくてさ、しかも同じアジアの国の中国人の意見だから説得力があるよ。そうね、中国人が言うなら本当なのかも。私はその話を聞いて、日本によるインフラについてかなり不安になったわ。私たちにとってはインフラ整備はいいことなのかもしれないけど、国全体のことを考えたらそれはかなり大きな損失にもなりかねない。私はこの日本によるインフラ整備に複雑な感情を抱いたわ。そしてその後、夫の話通り、ウガンダの私たちが生活する地域では、日本人が指揮を取るインフラ工事が始まった。しかし、その工事は私が思い描いていたものではなかったの。なんと日本人たちは大きな重機や大掛かりな道具を一切持ってこなかったわ。話に聞いていたように、高いコストがかかる重機や道具を買わされるなんてことはなさそうだった。そして、私と夫は自宅の近くの作業を手伝うことにしたんだけど、その作業内容にも驚かされたわ。なんと、現地の私たちにあてがわれた作業は、土のう袋を運ぶだけの作業だった。土のう袋っていうのは、土が入った袋のこと。それを運ぶだけなのよ。これが本当にインフラ工事なの？日本は世界トップクラスの先進国。とんでもなく高度な工事が行われるのかと思いきや、まさか土のう袋を運ぶだけとは、一体どういうことなのか。工事が始まってからは、それまでとは違う不安が私を襲ったわ。しかし作業工程を聞き、工事が進んでいくと、私はその工事の素晴らしさを理解した。作業の工程としては、まず舗装する道の草や石をどけて、土で地面を平らにする。その後、コンパクターという砂や土を押し固める機械で地面を叩く。そしてそれが終わったら、平らになった地面に土のうを敷き詰めて積んでいくの。そうすることで、土のうを積んだところは高さが均一に出るけど、道の脇は低いままになる。そこに雨水が流れていくことで、洪水や道がぬかるむことを防ぐことができるのよ。お金がかからなくて、とても効率的な素晴らしい計画だわ。そしてその後、この計画は何の不備もなく実行された。結局日本は安くて簡単でとても効率的な方法でウガンダのインフラ工事をやり遂げてしまったのよ。あの夫の友人の中国人が言っていたことは何だったのかしら。そして日本の工事が素晴らしかったのは、道不信の精神を私たちに置き土産として残していったことだった。道不信というのは、道路を作ったり直したりすることで、大事なのはそれを自主的にやって維持していくという考え。生活環境を良好に保っていくために、インフラ整備や修理を自分たちの手でやることが大事なの。いつまでも他の国の支援に頼りきりではダメってこと。だからこそ日本人たちは、とても簡単なスタイルの工事を選択してくれていたのよ。後進国の私たちでも実現可能な方法でインフラ整備を行ってくれたの。
ウガンダは今までに様々な国の支援を受けてきた。そして自分たちの国が後進国だということを理解しているから、私たちは支援を受けることが当たり前になってしまっている。これは本来おかしいことよ。自分たちの国は自分たちで整備するべき。それが当たり前のはず。日本の工事はそれに気づかせてくれた。私はこの大事なことに気づかせてくれた日本人に本当に感謝しているわ。そして今では野菜を市場に売りに行くことができるようになったし、日本がインフラ整備をしてくれて本当に良かった。一方、日本のインフラ工事をボロクソに言っていた中国の工事はどうなのかというと、その実態はかなりひどいものだったらしい。私は大学時代に出会ったケニア人の友人に日本のインフラ工事の話をすると、その友人は衝撃の事実を教えてくれた。日本が工事してくれてよかったわね。中国だったら最悪だったと思うよ。ケニアのインフラ工事は中国が請け負っていろいろな問題が起こっているから。なんとケニアでの中国によるインフラ工事はとんでもなく悲惨なものだったという。友人から聞いたその内容はこんな感じだった。中国の海外でのインフラ整備は莫大な額の投資と労働者を送り込むけど、かなり場当たり的で短期的なものが多いらしい。そして工事はスピードが第一優先事項、安全面やクオリティの面は二の次らしい。その工事のレベルと手口は国家予算を使用した投資詐欺と言ってもいいくらい。インフラ整備のために投資をしてあげるよと優しい顔をして近づいて、結局使い物にならないものを作ってしまう。実は数年前まではケニアがしている他国からの借金の額は日本が一番多かったらしいんだけど、ここ数年で中国がそれを大きく上回ったのだそうよ。それも高額な投資を行い続けているから。投資自体は悪いことではないんだけど、ケニアに対する中国の高額投資はひどいものだったのよ。ケニアに対する中国の投資は足元を見た商売になってしまっているという。後進国のケニアが国の発展のための設備投資を行いたいと考えていることは周知の事実。しかしケニアには設備投資に回せるだけの予算は捻出できないわ。そこに中国という莫大な投資をしてくれる国が現れる。ケニアからすればこれに飛びついてしまうわ。こうしてケニアはどんどん中国に対する借金が膨れ上がってしまっているの。これは中国の罠だと言われているわ。中国がケニアに債務の罠を仕掛けていると見られているらしい。債務の罠っていうのは、国際援助などの債務によって債務国が国際機関の政策や外交などで債権国側から有形無形の拘束を受ける状態のことなの。もしこの疑惑が本当だったら、ケニアは大きな負債を負わされた上、レベルの低い工事をされて、さらには政治的にも中国の拘束を受けることになってしまうのよ。しかもその中にはとんでもない大失敗工事が存在する。今から数年前、ケニアで中国によるインフラ設備投資の一環として橋の建設が行われた。その橋はケニア西部とウガンダのブシア郡とをつなぐもので、名前はシギリ橋。橋の建設が行われたこの地域の川では、2014年にボートで渡ろうとした十数名が命を落とすという事故が発生したことがあったらしく、その経緯を受けてこの橋の建設計画が立ち上がったというわ。しかし中国の業者によって指揮が取られたこの橋の建設は、このボート事故に匹敵するほどの大きな事故を招いてしまったのよ。どんな事故だったのかというと、なんとそれは崩落。このシギリ橋は完成を目前に控えて崩落してしまったの。崩落なんてかなりの事故よ。完成前の事故だったことは、ある意味不幸中の幸いとも言えるかもしれないわ。もし完成後だったら、無関係な人たちが大勢命を落とすようなことになりかねないからね。ちなみにこの完成しないままに崩れ去ったシギリ橋に費やした建設費用は、なんと12億円。ケニアに残ったのは、崩落した橋と大事故という事実と12億円の負債だった。あまりにもひどすぎる話だわ。中国とケニアのこのような取引に、ケニアの人たちの中には不快感をあらわにする人がたくさんいるらしいわ。
こういった物議を醸す中国の工事はケニアにはまだある。この橋の建設とは別の中国による鉄道建設が行われている現場では、ナイフなどの武器を所持した地域住民が約200人ほど乱入し、14人の負傷者を出す事件が起こってしまったというわ。この事件の数週間前から現場近くでは何度も抗議デモが行われていたらしく、その理由は現地の労働者の労働環境についてだったの。中国の業者が取り仕切るその現場では、現地労働者の賃金は相当低くて、残業代の支払いや有給休暇、育休の取得が拒否されたりとか、労働者にとってはかなり劣悪な環境だったみたい。それに対して中国業者は多くの中国人労働者を呼び寄せたり、さらに賃金を安く済むパキスタン人労働者を連れてくるなどの対応を見せたそうよ。これは現地住民や作業員が怒るのも無理はないわ。現地の人たちを何だと思っているのかしら。こういった経緯があるからケニアでは中国によるインフラ工事は歓迎されていないみたい。最近ではモンバサでのゲートブリッジ建設事業と経済特区開発事業の2つのインフラ開発事業は中国ではなく日本が担当することが決定したそうなんだけど、この時ケニアは大いに沸いたらしいわ。中国ではなく日本が請け負うことに国民たちは歓喜したらしい。そもそもケニアと日本との関係は中国のそれと比べてかなり深いというわ。日本がケニアに対して初めて経済支援を行ったのは今から60年も前のことらしい。その後も現在に至るまで経済発展のための資金や技術提供、または道路や橋などのインフラ開発などを日本から受けているという。ケニアはアフリカの国の中でも日本からの支援を最も受けた国と言われているのだそうよ。今回の件で日本の素晴らしさを知った私からすれば、日本とつながりが深いケニアのことが少し羨ましく感じられたわ。私がこの事実を夫に教えてあげると、彼は少しがっかりした様子だった。あの中国人は嘘をついていたのか。あの人はいい人そうだったんだけどな。残念だよ。夫の知り合いの中国人に悪意があったのかわからない。中国は同じアジアの大国として日本をライバル視しているだろうから、国内では日本を下げるような情報が溢れているのかもしれないからね。でもどちらにしてもインフラ工事の点においては、中国よりも日本の方が素晴らしい仕事をしていることに間違いはないと思う。日本は私たちに素晴らしい道路とともに自分たちの手で自分たちの国のインフラ整備を行うことの重要性とやり方も教えてくれた。こんなインフラ工事をしてくれる国は日本だけよ。後進国は絶対にインフラ整備を日本に頼むべきだわ。一方中国はあまりおすすめしないわね。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本は今まで真摯に仕事に取り組んでくれた。今後全国に建設する道路もすべて日本にお願いしよう。でもなんで日本がここまでしないといけないんだろうな。俺たちは自分で何とかできるようにならないと。困った時に手を差し伸べてくれる人や国こそ真の友人。日本国民に心から感謝します。ありがとう日本。彼らは支援の引き換えに資源を強奪するようなことはしない。全国民で喜びを分かち合おう。日本には心からの感謝の言葉を。日本は高度な技術力で知られる国。人は政府の手柄にさせないようにしようね。私たちが感謝すべき相手は日本なんだから。日本政府、そして日本国民の皆さん、ありがとうございました。この道路は経済と幸福のための非常に貴重な贈り物です。そして限られた資金でどんなことができるのか、あなた方は忘れがたい教訓を与えてくれました。日本と中国では大きな技術力の差があるよ。どちらの支援を受けるのがベストなのか比較など必要ないんだ。そもそも中国にインフラ作ったり、ものづくりの基礎を作ったのが日本だから。
日本に調査設計させて中国に作らせればいいんだよ。頭のいい国はそうやっている。もう日本人にこの国を任せたいところ、少なくとも今よりはるかにうまくいくことは間違いないさ。以上が海外の反応です。日本はアフリカやアジアなどの後進国でのインフラ整備を積極的に行っています。そして中国も積極的に後進国のインフラ整備を請け負っていますが、この両国の工事の質には大きな差があります。中国の工事が大きな事故や失敗とともに巨額の負債を負わせてしまうのに対し、日本は効率的かつ道不信の精神を現地に根付かせるインフラ工事を行います。他国の工事の質について悪いことは言いたくないですが、インフラ工事はあくまで支援であることを忘れてはいけません。政治的な視点やビジネス的な視点をメインに考えてしまうインフラ工事はあまり褒められたものではありませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。